フットサルのですねキッズジムの、試合が終わりまして、1対1の、同点で、試合が終わりまして、双方チーム悔しそうですね。いや悔しそうだ、頑張ったからね、そんな落ち込まないで、もうとにかくいい試合だったよ。さっきちょっとねここをかけていくときに僕は胸が痛かったんだけど、辛かったの。あの取り柄が何もないんで、あのフットサル、あのサッカーが好きなんですよ。でこれだけは点を入れたいと思ってやったんですけど、点が出られなかったんですけど、それも悔しくて悔し涙でした。いやでもね、まあ、同点っていうのはあの取り方によっては嬉しいっていう人とね、もうすごい悔しくて嫌だっていう人といるけど、やっぱ悔しい方だった。同点が一番悔しいです。同点が悔しいから、はい、もうじゃあやっぱ勝ち負けはっきりした方がいい。そっちの方がいいです。でもお疲れ様でした。お疲れ様でした。なんか今ねホワイトのメンバーが、はい、なんか涙目で悔しいって叫んだんだけど、はい、1対1で同点でそんな悔しいの？前よりはそんな悔しくないんですけど、前負けたのでぐらいいったら泣いちゃったんですけど、同点は悔しいことは悔しいんですけど、前よりは悔しくないです。はい、前よりは悔しくなくなった。はい、どうだった試合終わって？私は結構悔しくて、1回目の初めの時には入れられちゃってすごい悔しくて、あーこれ入れないとなって思ってて、それで少し今日は初めて入れて1対1になったんですけど、でもやっぱり1回目やった時に負けちゃったんで、1点でも抜かせればいいなと思ったんですけど。大丈夫、頑張ってたから。はい、意気込みだけしてますと。1対1で悔しいのもあるんですけど、もうとにかく楽しかったです。今度やるときは絶対に勝ちます。よし頑張るよ、ありがとう、はい。すみません、吉田選手です。今日は良かった、もう。ありがとうございます。3点差広げて勝てて。いやみんなの応援がかなりね、あと何分ってこう見て、まだいける、まだいけるって。うん、もう1点ぐらいいけるかってちょっと期待して見てた。そうですね。うん、ちょっと1人でフリーになった時って、はい、僕も中学の時にサッカーやったけど、慌てない？慌てますけど、まあでも決めないと、せっかくのチャンスなんで。よかった、トヨタスタジアムの時はどうしようかと思ったけど、はい、今日はなんか爽やかに強いですね。ありがとうございます。はい、ありがとう。今日はですね、今ですね、結構いい感じに来てるので、どんどん差をですね、広げて逆転できないぐらいの点数を今、みんなで稼いでいこうっていう、ね、今日は騎馬戦にちょっとかけてるんで、頑張ってな、はい、ちょっとこう、闘志みなぎらして、はい、ね、もう取りますよ。よっしゃ、頑張ってください。はい、頑張ります。ありがとうございます。60m はもうちょっと速いかと思ったの。私でもあまり走りにはそこまで今自信がなかったんで、自分の中でちょっとちょっと意外でしたね。ビリかなと思ってたんで。それは頑張ったと思う。それは頑張った、ね、あと残りの競技やっぱ来ません。来ませんは大きいですからね、ポイントが。なのでちょっとリーダーの安田圭ちゃんを守りたいなと。そうだね。じゃあ今日も2連勝といくと。はい、いやもう今日勝たないとみんなメンバーはですね意味がないと言っているので。さっき今矢口さんにも聞いたんだけど、ふざけんなと、絶対今日やるって言ってたの。もうなんか見なぎってたの。本当にふざけんなと。勝ちますよ。頑張ってほしいと思います。はい、ありがとうございます。残りも頑張ってください。はい、ありがとうございます。